ャパンということで、はい、行くわけですけれども、今今回合宿もやってきて、はい、どのような効果があるなっていうのは、こう会長はどう見られてますか？お互い忌憚のない意見をどんどん言ってるというふうには聞いています。ただ非常に今やろうとする作家が見えるっていうのは僕はありがたいことだというふうに思ってますし、これをもっと精度を上げていってほしいと思います。さあ後半に向けてですけれども、日本にとってもリードされている展開でこの45分というところはですね、本番でも当然こういう時代も想定されますし、はい、進化が問われる45分だと思います。どうですか？やはり 0-1 で負けているということを意識してどういうような戦い方を変えていくのか、また選手がどんどん変わってくると思います。その選手たちがやっぱり自分をアピールするということも非常に大切だと思ってます。はい、この後の45分というところも楽しみにしたいと思います。今日はこのハーフタイム貴重な時間ですけれども、日本サッカー協会の鹿島道場会長に来ていただきました。お忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。